はい、贅沢とろみフカヒレスープ味ね、カップヌードルね、はい、日清のね、このちょっと高いやつですよ。贅沢とろみフカヒレスープ味ね、リッチって書いてます。いやー、僕は普段こんな食べないんですけどね、今日はちょっとこれを買っちゃいましたね。あのね、仕上げにね、この仕上げ香味油をね入れるらしいんですよ。というわけで今から食べたいと思います。これ入れてね、ほらこんなになってるね。もうあのお湯入れたんですよ。お湯入れて3分経ってるんですよ。いやー、これは贅沢ですよ。多分高かったからね、2倍ぐらいしたもんね。というわけでこれ入れますよ。なんか置くとこないかな。前はは、い、見てください。はい、贅沢。ほら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 。うわー、贅沢やなー。なんか知らんけど。なんなんでしょうね、これ。これ入れるんと入れないのとえらい違いなんかな。自撮りなんでね、ちょっとうまくできない。ちょっと下置いて。これ実は嫁さんと子供に内緒でこれ買ったんですよ。ね、はい。ちょっと罪悪感も感じながら食べます。いや、美味しそうやわ。リッチですからね、リッチ。ね。貧乏な僕でもね、これ、ちょっとね、貧乏な僕ですけど、ちょっとリッチ、買っちゃいました、リッチにね。あー、すごい。なんだこの香りは。あー、やっぱリッチやわ。じゃあ食べますよ。おー、うん、うまい。やっぱりリッチは違うわ。なんかとろみが違いますもんね。でもこれフカヒレのとろみなんでしょうね。すごいとろみがあります。いや、美味しいです。なので皆さんもぜひリッチな時に買ってみてください。なかなか豪華なカップヌードルです。以上です。